まったく。クロコダイル、あんたが他人の助太刀とはね。勘違いするなよ。俺は俺の目的のためにてめえらの相手をしてるだけだ。あんたはもう少し利口だと思ってたんだが、少し買いかぶりすぎたかね。そうじゃな。こちらはこちらでなすべきことをするまでじゃ。こいつ強えな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。腕が鳴るよ。天の村雲も。やりな、村雨。びっくりしたね。アイスブロック、パルチザン。しかん。グランドセック、グランドデス。いって。ゴムゴムのギガントピストル。死ね。腕が鳴るよ。これは少々厄介だな。いってぇ。よっさード。ゴムゴムのギガントピストル。アイスエイジ、これくらいで弱音吐いてちゃわけねえな。動きを止めれば勝てると思うたか。おお、そうでないとね。うわ、いってここは任せても。アイスタイムカップ。お主の力このわしに見せ。びっくりしたね。天の村雲もなかなか味わえない感覚だな。よっさード、ゴムゴムのギガントピストル。ここは任せてもらおうぞ。でかねえ。バルハン、ひどいことするじゃないの。よっさード、ゴムゴムのギガントピストル。ららバルハン、やりな、村雨。ららら、いけるか。ここは任せても。アイスタイムカップ。やりな、村雨。なかなか味わえない感覚だな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。おいおい、まずアイスブロック、パルチザン。がつけば血も出る。おっとっと、いって。ゴムゴムのジェットバズーカ。これは何だ。何だ。失血くらい。やりな、村雨。ふざけるな。あらら、こりゃ守りと。これ待って、俺は。なぜ仲間のことを思ってる人たちがお互い傷つけ合うの。どうしてこんなに血を流すの。ジンベエ、
クロコダイルの加勢を受け、立ち塞がる難敵を撃破したルフィ。ハンコックから手錠の鍵を受け取り、ついにエースのいる処刑台にたどり着いた。エース！ルフィ！お前は昔からそうさ、ルフィ。俺の言うこともろくに聞かねえで、武者ばっかりしようって。エース！俺も弟も世話になっちゃったな。クソ、絶対に逃がすな。危険のエースは火のロギアだぞ、気をつけろ。弟なんだよ、手出し無用で頼む。引けー、ゴムゴムのガソリンだ。貴様ら兄弟も後ろの一味もここから生きて返せば正義の名折れじゃろうが。赤犬か、こいつは面倒な奴に好かれちまったもんだ。おいルフィ、お前たちはさっさと逃げろ。嫌だ、俺もエースと一緒に戦う。あいつには絶対エースを殺させねえ。昔から頑固だよなお前は。よなら、こいつら全員ぶっ飛ばして一緒に飯でも食いに行こうぜ。おう、大宴会宴廷。いつでもいいぞ。三刀流王三千世界。舐めないでね。俺の番だな。待ってろ。みんな、いける。お前にあり。私の成長はとよーし。怪物。もう弱かった頃の俺じゃねえ。修行の成果を見せてやる。何を言うちょるかわからんがの。どちらにしろ貴様らはここでしまいじゃ。よし、みんな準備できてるな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカ。もう生きることは諦めんく大噴火。まずいわね、こいつ強いわ。やっと俺の出番か。二刀流、よい、ラッシュマン。これを。悪いね。仲間の力を見せてやる。よし、俺様に任せる。必殺ひまわり星。こりゃ腕が鳴るぜ。大宴会宴廷。いけるか。ヤサード、ゴムゴムのギガントピストル。
準備 OK だ。二刀流、いよい、羅生門。俺たちの力、見せてやろうぜ。必殺、ひまわり星。サンダーライス旋風。こりゃ腕が鳴るぜ。進化しやれ。大本命。もう気は抜かねえ。二刀流、いよい、羅生門。悪は根絶やしなせんとの。いけるか。効かぬ。よし、交代だ。大丈夫、これでみんな倒せ。ありがとう、チョッパ。まずいわね、こいつ強いわ。フルパワーでいくぞ。フランキーキャノン。お前も俺の邪魔をするか。進化しやれ。こいつ邪魔だ。まとめてわし一人で十分じゃ。二刀流、いよい、羅生門。くーばく、怖くなんてねえぞ。私の番のように落ちエンタフルクロトワマーノ。こりゃ腕が鳴るぜ。まとめてわし一人で渋滞運か。いけるか。ヤサード、ゴムゴムのギガンドピストル。大運か。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルクロトワマーノ。俺様の技術力味わわせてやる。俺の番だな。これで元気になるぞ。助かった。こりゃ腕が鳴るぜ。進化しやれ。流星火山。いや、まだまだ。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバザーカー。よし、行くか。二刀流、いよい、羅生門。手強いみんな、オチエンタフルクロトワマーノ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。大丈夫、これでみんな直せ。ありがとう、チョッパ。おう、こりゃ腕が鳴るぜ。進化しやれ。ぶっ飛ばしてやる。ヤサード、ゴムゴムのギガンドピストル。流星火山。切り替えがありそうだ。二刀流、いよい、羅生門。こんなところで立ち止まっていられないのよ。オチエンタフルクロトワマーノ。もうダメだ、限界だ。
れでみんな直せる。ありがとう。ちょっ、勝ったつもりか。甘いね。バカタレが。くらえ。まだじゃ、まだ終わらん。エース大丈夫。ありがとう。クソジジ。やったわね。このメモリアでの目的は果たしたわ。もう大丈夫。みんなの力は戻るわ。貴様ら兄弟は絶対に逃がさん。エス。無だ。このガキどもが。ルフィ。エスは殺させねえ。どうしてキューブの様子がおかしい。またあの光をまとってる。またあの光なか。余計なことは考えんな。ここを切り抜けることだけに集中しろ。さっきよりも強くなってるのか。そう考えて良さそうだな。これもキューブの影響でも考える暇はもらえなさそうな。みんな、いっぺんに行くぞ。私の番のように。ギアセカンドゴムゴムのジェットバズーカー。刀がうずき。二刀流、いよい羅生門。サンジ、これいただく。ありがとう、ロビ。仲間の力を見せてやる。腹減ったな。進化しない。まとめてわし一人で渋滞運か。やるな。よっ、サードゴムゴムのギガントピストル。うわ、こんなところでやられてちゃ。二刀流、いよい羅生門。オチエンタフルクロトワマード。ショック。怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。助かったチョッパー。お、進化しない。まとめてわし一人で十分じゃ。悪は根絶やしにせんとの。邪魔だ。トレインタフルール、フリッ。怖くなんてねえぞ。助かった、チョッパー。もう生きることは諦めんかい。進化しやるい。
これが徹底的な正義じゃ。大宴会炎帝。小賢しい真似しくさって、ルフィ、最後にお前を見られてよかった。ちゃんと助けてもらえなくてごめんな。みんな、無事でよかった。そうだな。リム、ありがとう。助かった。別に大したことはしてないわ。まあでも、無事でよかったわね、ルフィ。みんな、帰ろう。しかしマジでヤバかったな。もうダメかと思ったぜ。ロビンちゃんがとっさにみんなをつないでくれなきゃ危なかったな。賭けのようなものだったけど、なんとかなったわね。ありがとな、ロビン。激戦を乗り越え無事に帰還した麦わらの一味、満身創痍の彼らだったが、もう迷いはなかった。そして最強の巨像が再び彼らの前に現れる。辞書集結、麦わらの一味。ルフィは
私のことを友達って言ってくれたの。だから。ちゃんと力は戻ってるみたいだな。ええ、なんとか乗り越えられたわね。よし、宴だ。スーパー。ルフィの周りにはいつも仲間がいるのね。私には仲間なんていないから羨ましく感じるわ。なんだ、アディオは違うのか。アディオはお前の仲間だろ。仲間？アディオが？わからないけど、もしそうなら嬉しい。リム、少し顔色が悪いみたいね。大丈夫？ええ。ごめんなさい。私は疲れたから休むわ。いよいよだぜ、リム。残るは炎の巨像のみだ。奴は一つの場所にとどまらず、侵入者の行動に応じて動き回る。俺たちは今どうすることもできないが、奴とは間もなく相まみえるだろう。俺のコテコテの準備も整っている。ワフルドの嵐を解き払うのも時間の問題だ。アディオ、その炎の巨像だけど、戦わずに倒せないかしら。なぜだ。あの巨像たちは学習能力を持っているの。ルフィたちと一度戦った以上、より強くなっているはずだわ。ルフィたちが心配か。ルフィは私のことを友達って言ってくれたの。だから。安心しろ、リム。俺もルフィたちは大事だ。あんなに気持ちのいい奴らはそうはいないからな。本当？ああ、巨像との戦いで傷つけるつもりもない。勝てないと思えば逃げるだけさ。ええ。友達か。がいねえ。サンジならフランキーと一緒にアディオの小屋に行ったぞ。よし、呼びに行くぞ。アディオの小屋だな。どうしたんだ、フランキー。いや、コーラを作る材料を探してたら、こいつを見つけてな。なんだそのキノコ。でも、あんまりうまそうじゃねえな。毒はねえが、確かにうまくもねえ。そういや、サンジはどこ行った。飯作ってもらおうと思ったのに。このキノコを見た途端、飛び出して行っちまった。採取した場所を聞いてたから、こいつの生えてる湖畔の洞窟に行ったんだろうよ。よくわかんねえが面白そうだ。俺たちも行こう。ん？あの洞窟どこにあるんだっけ。忘れたんなら、アディオに聞きゃいいんじゃねえか。すぐそこにいるんだしよ。
ここ通るの何度目かな。何言ってんだ、初めてだろうが。あんたって、はあ、言うだけ無駄よね。それにしてもフランキーたちが見つけたキノコ、薬の材料になったりしないかな。チョッパーは研究熱心ね。返事がねえ。ってことはもう洞窟の中に入ってるみてえだな。いた、サンジ君よ。来たのか。もう少しこいつを集めたら戻るつもりだったんだ。食材集めなら俺たちも手伝うぞ。いや、こいつは食材じゃねえんだ。こいつはあわあわキノコ。あわあわキノコ？こいつは味はいまいちだが、水に溶かすと炭酸を出すんだ。そうか、そいつでコーラを作るんだな。うまくいくかは分からねえけどな。それならみんなでその泡のやつを探そう。でもコーラなんか作ってどうすんだ。みんなで飲むのか。なんでよ。海の底に沈んでるブルックの体を回収しに行くためでしょうが。ああ、コーラがねえとシャークサブマージ3号も動かせねえからな。必要なのはあと3つだ。入り口付近にはもうねえから奥へ進むぞ。最初にここに来た時に比べると俺たちだいぶ力を取り戻したよな。ああ、だがまだこんなもんじゃねえ。そうか、レベルはそんなもんだろ。なんか言ったかヘボコック。これでコーラを作れる。あとはこいつを詰める樽だな。樽ならアディオの小屋で見たぞ。貸してもらおうぜ。そうか、じゃあ小屋に戻ろう。
到着！伊莎！早く戻って飯食うぞ！飯なら後で作ってやるから、それまで我慢しとけ。リム、ちゃんと休んでるかな？よし、着いたぞ。あとはアディオに行って樽を借りるだけだ。何かあるわね。さて、よし、仕込みは終わった。これで一晩待てばコーラができる。待たせたな、ブルック。これでお前の体を探しに行けるぞ。よっ、嬉しいですね。待ち焦がれましたよ。コーラができるのは夜明けになる。少し時間があるな。じゃあ夜が明けるまでに準備を済ませておきましょう。そうですか。では私待ってますので、準備ができたら声をかけてくださいね。よし、次はあっちに行くんだ。どこまでも楽しまーす。あ、どうしたブルック。なんだか私の体浮き上がった気がしまして。え、そうなのか。元から浮いてるじゃねえか。いえ、本体の方なんです。え、本体が浮いてきてるの？場所はわかるの、ブルック？こっちの方角ですね。海岸の方ね。皆さん、海岸までお付き合いいただけますか。よし、海岸に行こう。いやー、皆さんご迷惑をおかけします。今の私にできるのは感謝の気持ちを歌にすることしかありません。よっほほほほ。それでは早速。今はいい。
しかして海岸に流れ着いてんじゃねえか。海底の岩場で削れてなければいいのだけど。怖えこと言うなよ。お前ら警戒はしとけよ。なんだよゾウ、ひょっとして海岸に何かいるのか。さあ、だがこの島だ、何が起こるかわからねえ。ハッテさん、この辺りだと思いますが。これはなんだ、サニの周りが氷だらけじゃねえか。よほほほほ、皆さん見てください、あそこにあるのは私の体です。これで一気に復活できます。で、私結局骸骨のままなんですけど。よかったわねブルック。でもこの氷どこから来たのかしら。砂塵の遺構で風の巨像を倒した後、いくつかの竜巻が発生し消えるのを見た。雷鳴の遺構で雷の巨像を倒した時はしばらく落雷が止まらなかった。俺が思うに、巨像を倒すことで遺構に溜め込まれていた力が解放されてしまうんだろう。この氷も同じだ、氷塊の遺構で巨像を倒した影響だろうな。危険かもしれねえから触るんじゃないぜ。な、話を聞きやがれ。え、何、あ、私の体、私の氷漬けの体飲み込まれてしまいました。気をつけろ、来るぞ。みんな、いけるよな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカ、めちゃめちゃ効いたぞ。いつでもいいぞ。そっち行け、二刀流、いよい、羅生門。任せて、ゴーカー、みんなで近く、行くぞ。俺が、この君が刀の髪にしてやる。ちょっと痛い、ビビってくらい。そこだ、全員ぶっ飛ばして、かい。俺はブルックの体返せよ。おい、ルフィ、ブルックがいねえぞ。本当だ、おい、ブルック。ブルックのやつ、どこに行った。この野郎、いきなり降ってきやがった。どうするのルフィ、私たちまだ全ての力を取り戻していないわよ。やるぞ、あの炎のやつを倒してブルックを探すんだ。よし、みんな準備できてるな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットピストル。やるぞ、まだまだ。行く。二刀流、いよい、羅生門。手強いわね。みんな気をつけて。オチエンタフルクロトワマワードショック、準備はできてるぞ。
煙星。くそ、こいつ火力が桁違いだ。ねえ、しかもやたらと硬いぞ。よほほほほほ、私も一緒に戦いますよ。ブルック、元に戻れたのか。はい、お待たせしました。私ブルック、体を取り戻してここに復活いたしました。よし、これで全員揃った。よかったなブルック。よほほほほ、やっと皆さんのお役に立てる時が来ました。皆さんと一緒に冒険ができず、私とても寂しかったですよ。凍える剣、コツとご覧あれ。交代だ。やっと俺の出番か。ソウルソリッド。よっこいしょっと。みんな、いけるよな。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカ。俺の方はいつでもいいぞ。二刀流、いよい、羅生門。今がチャンスだ。大丈夫、これでみんな直せる。助かります、チョッパーさん。おう、やるな。いけるか。ゴムゴムのレッドホーク。よし、行くか。二刀流、いよい、羅生門。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。よほほほほ、助かります、チョッパーさん。骨まで焼けちゃいます。ぶっ飛ばしてやる。よし。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。それ。よほほほ。アフロが燃えてしまいます。ソウルソリッド。最新身はないんですけど。お前も食え。よほほほ。よし、行くか。二刀流、いよい、羅生門。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。大丈夫、これでみんな直せる。よほほほ、助かります、ちょっ。牛乳をどなたかお持ちでは。やるじゃねえか。身はないんですけど。行く。サード、ゴムゴムのギガントピストル。きっち
しり肩をつけるとするか。二刀流、いよい、羅生門。大丈夫、これでみんな直せ。ありがとう。サード、ゴムゴムのギガントピストル。霧が刀のためにしてる。これで初めて。なん？あの。もっと強く。みんな。よーよーし。やった。くそ。勝ったか。大した奴らだ。ああ、これで最後だな。早速リムのところに行こう。そいつはお前たちに任せるぜ。俺はちょっと用事があってな。そうか、わかった。行くぞ、お前ら。実際、よくやってくれたぜ。霊代わりになるかどうか、お前たちの目標は俺が自らの手で立ててやろう。ポロポロガチャ。そろそろかけてくる頃合いだと思っていたぜ、スモーカー。そのでんでん虫、お前がくすねてやがったか。いろいろ便利なんでな。で、何の用だ。ワフルドからの危険信号を本部が受信した。アディオ、お前の仕業だな。行動が早い船はワフルドへ向けてもう動き始めているぞ。構わねえさ、できるだけ多くの軍艦を集めたいからな。一度にたくさん呼べる方が手間が少なくていい。お前まさか神の息吹を。ああ、結界は解けた。神の息吹を手に入れるのも時間の問題だ。バカ野郎、そいつが軍に知れたらバスターコールの標的になるぞ。てめえ、本当に犯罪者になり下がるつもりか。今さらかよ。世界政府の作った法に照らせば、俺はすでに凶悪なテロリストのはずだぜ。数百年もの間、いわれのない罪を背負い、迫害にも苦しめられた一族だ。お前が世界政府に恨みを抱くのも理解できないわけじゃねえ。だが、神の息吹を持ってなせるのは破壊しかねえ。そんなことをしても、お前たち一族の汚名は注げねえだろうが。お前たちか。アディオ、お前と話しても埒が明かねえ。いつも一緒にいたポロロッカとかいう相棒はどうした。あいつはお前ほど石頭じゃなかったはずだ。さあな。おい、どういうことだアディオ。ポロロッカはいねえのか。いいかスモーカー、しばらくワフルドには近づくな。お前のために言ってんだぜ。神の息吹の封印が解けた。蓋が開いてしまったか。積み込めるだけの軍艦を派遣しろ。世界に知られる前にあの遺物を消し去るのだ。ルフィたちが全ての力を取り戻したら、この冒険も終わる。そうしたら、私、本当のことを話してルフィたちに謝らなきゃ。いくらアディオのためでも、みんなを、ルフィをもう一度あんな辛い目に遭わせてしまった。ルフィは私のことを友達って呼んでくれた。もうこれ以上みんなに嘘はつけないの。そう。でも、あなたは友達を失うのが怖いのね。
でも、たとえそれで嫌われてしまっても、本当のことを言わなきゃ。このまま嘘をつき続けるのは、もっと嫌なの。